マーメイドル。マーメイドルとチギョーズのマミニガマルマ。みなさんこんにちは、マーメイドルのシオンです。はい、タラコナです。本日はですね、外に来ておりまして、外でね、こちら風船を膨らませていきたいと思うんですけども、はい、これね、ただの風船じゃないんですよ。なんでしょう。これ見てわかる通り、中に GoPro を仕掛けてありまして、どんな感じでね、膨らませてる最中、そして割った瞬間、割った後、どんな風景が見えるのか、ちょっと確かめていきたいと思います。お、世界初じゃない？初だと思う、ね。よし、じゃあ早速、面白そう。やってみましょう。膨らまします。お、タラコナー選手、いきます。おお、一応ね、中も外も見えやすいように透明なものにしました。あ、ちゃんと横になってます ね。おお、ちょっと割らないでね、割らないで落としちゃダメだからね。結構入りますね。ね、もういいって、もういいよ。もうちょっと、もうこんぐらい、こんぐらい。はい、さすが。一応 GoPro だから、扱いにはね、気をつけながらやっていきたいと思います。結ぶのがね、緊張ですよね。怖いな、なんか割りそうだな。でも体力、怖い。ちょっと待ってくださいね。頑張れ。難しい。よいしょ。あとちょっと。よいしょ。よいしょ。あ、ちょっと待ってよ。はい。お。ナイス。完全にね、はい、できた。できました。ここにして、お、こんな感じでできましたよ、はい。中身はこんな感じです。見えますか？じゃあこれをね、うん、割っていきたいと思います。楽しみ。でもあれ、 GoPro はちょっと強い衝撃与えちゃうとね、うん、壊れちゃったりしたら嫌だから、うん、地面に置いて、 GoPro を下に置いて、置いたままこのままパンって割っていきたいと思います。はい、何で割る？なんかしおんさんの爪？私爪切っちゃった。切っちゃった。残念。なんかせっかくだから公園で割りたいよね。そうですよね。なんかないかな。木の枝とか持っていきましょうか。そういうのとか。あ、いいじゃん。割れるかなこれ。あ、ここめっちゃ尖がってる。持ってた方がいいですよね。はい。割れないかも。3、2、1って言ってくださいね。うん。怖い怖い。3、2、1。ああ。ああ。お。おお、すごい。すごい割れた。すごい。お、ちゃんと無事でした。カメラも無事。ちょっとお砂がかかっちゃってるけど。お、生還でしました。すごい。ね、あとはお片付けしましょうね。そうですね。それでは皆さん、バイバーイ。バイバーイ。中身楽しみ。はい、よし、じゃあ撮ろう。
くした。じゃあ私今度来るな。マーメイドルとチギョーズのマメに頑張るマン。皆さんこんにちは、マーメイドルのシオンです。はい、タラコナーです。本日はですね、うん、外に来ておりまして、外でね、こちら風船を膨らませていきたいと思うんですけども、はい、これね、ただの風船じゃないんですよ。なんでしょう。見てわかる通り、中に GoPro を仕掛けてありまして、どんな感じでね、膨らませてる最中、そして割った瞬間、割った後、どんな風景が見えるのか、ちょっと確かめていきたいと思います。あ、世界初じゃない？初だと思う。ね、よし、そう。じゃあ、膨らまします。いきます。中も人を見えやすい透明なものになりました。あ、ちゃんと横になってます ね。おー、割らないでね落としちゃダメだから。結構入りますね。ね、もういいって、もういいって。もうちょっと、もうこんぐらい、こんぐらい、はい。一応 GoPro なから扱いにはね、気をつけながらやっていきたいです。今のがね、緊張ですよね。なんか割りそうだなぁ。こんな感じでできましたよ、はい。中身はこんな感じです。見えますか？じゃあこれをね、うん、割っていきたいと思います。楽しみ、でもあれ、 GoPro はちょっと強い衝撃与えちゃうとね、うん、まあ、壊れちゃったりしたら嫌だから、ね、うん、地面に置いて、 GoPro を下に置いて、置いたままこのままパンって割っていきたいと思います。はい、何で割る？なんか、しおんさんの爪？私の爪切っちゃった。残念。なんかある？なんかせっかくだから公園で割りたいよね。そうですよね。なんかないかな。木の枝とか持っていきましょうか。そういうのとか。あ、いいじゃん。割れるかな、これ。あ、ここめっちゃ飛んだ。飛んだってる。持ってた方がいいですよね。はい。あ、割れないかも。3、2、1って言ってくださいね。うん。怖い怖い。3、2、1。あー。あー。お。ちゃんと無事でした。カメラも無事。ちょっとお砂がかかっちゃってるけど。